BB84 での共有キーの構成の仕方を今回は見てみようと思います。最初にちょっと振り返りなんですが、アリスとボブが行ったことをちょっと振り返ってみようと思います。まあ、サンプルで見てみようと思います。えっと、まずアリスはランダムなビット列を準備します。下の方にありますように、ブルーで書かれた 01100... で、それは何でもランダムなビット列を準備します。 で、今度は、あの、アリスは、このビット列をコインにエンコードします。これ、あの、今日の話は全部コインバージョンですからね。で、この時にエンコードの方式としてストレートを選ぶかミックスを選ぶかは、コインとしてランダムに決めます。で、次に、あの、ボブのデコードでは、まずアリスから受けたコインを別なコインに変換します。この変換にストレートを選ぶかミックスを選ぶかは、コインとしてランダムに決めます。 何ありますようにこのイコールがストレート、バツがミクストの記号だと思ってください。で、最後にボブはそのコインをコイントスして、あの表の数字を読み取って、それをコードの出力とします。これがライトブルーで書かれてあるところですね。で、こういう形でアリスの仕事とボブの仕事はこうやってアリスが提供するランンビットの長さだけ続くわけです。でこれがでも実はそのまま あの共,有あの共有機になるわけではありません。でまずアリスとボブがお互い知らないことを確認しておきましょう。アリスはどんなビットを送ったかあのボブは知りません。でこれはランダムなやつですからね。あとボブはアリスがどんなエンコードを使ったかはボブは知りません。 でボブ側から見るとボブが使ったエンコード方式をアリスは知りませんでだからボブが最終的にどんなビットを受け取ったかはアリスは知らないんですねでお互いこれはだからあのコイントスコイントスコイントスを何度もやっててこういうランダムなものからあのビット列を作ってるんでまあそんじゃいろいろわからないことはたくさんお互い知らないことはたくさんあるでもこれじゃしょうがないわけででこういう状況 状況の中でアリスとボブは情報を共有しますどんな情報を共有するかというとまずアリスは使っ,た使ったエンコード方法をボブに伝えますこの赤あの四角で囲まれた部分ですねで今度はボブは自分が使ったデコード方法をアリスに伝えますで要するにあの アリスとボブは各ビットのエンコード方法とデコード方法の両方情報を共有します。ここの部分ですね。これを共有する。で、これでまだ実は終わったわけではありません。で、これから、えっ、ー、と、共有機、BB84 の共有機を構成する。こういうふうに考えます。 えーとアリスとボブが共有するエンコードデコードの両方でエンコードのタイプとデコードタイプが等しいものをピックアップします。で、まあこれはクロスとあのドストレートとクロスミックスがあるんですがでこのサンプルで言うとここは同じですね。どっちもミックスです。で、ここはどっちもストレートですね。で、ここはどっちもミックスです。 で、これはだから、こういう、こういう、あの、ところをピックアップします。で、そうすると何がわかるかというと、えっと、ピックアップしたコラムで、アリスの送信ビットを見ます。この例で言うと、101ってなってますね。これが実は、ボブの場合が受信したビットと101で一致してる。これは、あの、前回の最後に述べたように、 あのエンコードとあのデコードの方式が等しい場合には実は正確にあの送った情報があの伝わります。それがみんなランダムですね正しかったら正しくなかったりするんですがあのエンコードとデコードの方式が一致している場合にはアリスの,あの入力とボブの出力が一致します。で要するにこの ここういういとからですね問題はこのアリスとボブが共有しているエンコードデコードの情報は実は公開しても構いません。なぜならば第三者が公開されたあのエンコードデコードの情報から共有キーを推測することはできません。なぜならば第三者はアリスがどんなビットを入力したかわからないからですね。 で、ボブだけがエンコードでこの情報からアリスの入力ビットがボブの受信したビットに等しいことを知ることができます。で、これがアリスとボブの共有キーになります。で、こういう形で、あの、アリスとボブの間であの共有キーを作ろうということなんですね。で、こういう共有キーの構成のプロトコルは安全だろうか それをちょっと次回交差しますでもこれはちょっと安全じゃないんですねこれはコインを使ったツけが回ってきてやっぱり漁師を直接送る漁師の接種を使うってことが大事だって話を次回しようというふうに思います